Mazu, kono fukuin niwa, Cristo gojishin gara waremasu. Cristo gojishin, kai no sugata, kai no ikikata, kai no shime. Dai. E Paolo va, saigo no mono ni natta, ということに誇ります。自分の弱さ。だから、弱さは広い、ね。広いです。弱さの意味は広いです。選挙の面で見たら、あるいは自分の中の面でも、面で見てもいい。両方とも弱い。最後のもの、チリとなる。本当にゴミ。しかも、心の中にはいつも 心配したりするとか、その峠は彼をいつも迫害した、いつもいつも毎日毎日24時間、そういうね。で、彼がこれによって誇った。どうした？彼が一つの秘密を分かる。天に富を積むためには、最後の場所は大切。あるいは最もふさわしいに言えば、天に富を積む方法は、最後のものになることです。あるいは、神が私たちを置かれた場所に、探す必要ないと思う。なぜかというと、キリスト者になるために選ばれたら、宣教師と、自動的になります。それにも呼ばれています。召されています。本当にキリストと一体となったものは、キリストと同じように生きるでしょう。だから、いつも選挙の場にいる。で、選挙の場は、そちらには誇りがある。その弱さ、その最後のところ、非難されたところ、理解されないところ、病気に患っているところ、人になったところ、みんなに忘れたところ、自分の考えなど認められないところ、貧しいところ、いつも不安を感じて、経験したところ、一秒の後、精神的にもね、霊的にも、一秒の後どうなるかをわからない、そういうところ。いや、もうクリスチャンになったから、もう強くて歩むことができるということではない。それは肉によるの誇り。だから、その肉によるの誇りは、もうすぐ悪魔に盗まれる誇り。すぐこの富は盗まれてます。もうない。だから、いつも探さなければならない。だから、いつも自分の立場を出るように。なんかしよう。なんか考えよう。なんか。それはもう、本当に、ほとんどの私たちの360度ぐらい、愛情の面、同じ。いつも愛情を探す。宣教のところ、あるいは、なんか、墓石のところ、キリスト者としての生き方でもそうです。などなどなど。本当に私、すごく、最近、まあ、経験しているか、本当に感じているか、それですね。置かれた場所は最後の場所です。キリスト者に選ばれたなら。で、この福音はさっき言った通り、三条の説教でしょ。だから、キリストの姿であり、キリスト者の姿でもあります。そして、教会、あるいは共同体の姿もあります。キリストはどういうふうに自分の富を天国に置いたか。最後のものとなったことによる。十字架の上で、彼が叫んだでしょ。神よ、神よ、父よ、どうして私を忘れたのか。だから、神の存在を感じない際の、そのところには、キリストが降りてくださった。で、その天から一番遠いところには、キリストが降りて、それによって、そちらにいた私たちを天国に移してくれた。キリストの富は私たち、すべての人々、罪人、神から遠くに逃げてしまった、迷った羊、毎日の私たち。で、キリストは、自分の心の中には、私たちがいた。いる。
どうして、おんちちと同じような心。で、おんちちの心には、自分に作られたもの、そのこと息子の、例え話を思い出したらわかる。いつもお父さん、書いてないけど、すぐわかるでしょ。いつもお父さんは窓に彼を見て待っていた。だから心の中には、クリストの心の中には、私たちが、私たちを探し、私たちを見つけ、私たちを天国に、つまり私たちには唯一がふさわしい場所に移すために、彼が最後のものとなった。だから一番遠い、天から一番遠いところにいると、そちらに残ると、そちらでは命を捧げると、私たちもクリストと共に富を天国に積む。面白いでしょ？矛盾みたい。天から一番遠いところには、天には罪を、宝物を、富を積むことができる。面白いでしょ？肉によるの考え方は違う。天国に行かなければならない。バベルの塔みたい。自分で。で、もう近くに着いたと思った瞬間には、兄弟、奥さん、主人など、に異難された時には、落ちてしまう。天国に富を積むため、天国をまず知る必要がある。私たちは、キリストの宝物です。いつもキリストの心の中にいます。で、キリストは自分のところ、つまり天に、一番、なんていうの、価値のある富を積みます。自分の命を捧げることによって。こういう経験をした私たちが、している私たちが、自動的に同じような生き方を送ります。だから、目に現れます。味方に現れます。私たちは最後のものとなった時には、わあ、大変だと、おとといの福音でしょ。あなた方が断食をした時に、あんな顔をしないでください。苦しい顔をしないでください。あるいは、香りをつけて、喜んで。どうして？もう、これは、なんていうの？建前じゃない。事実。本当にキリストに繋がっている人は、最後のものとなった時には一番喜ぶ。キリストと共にいるから。そしてキリストと共に自分の人生は本当に完成となる。実を結ぶ。多くの人々を言葉なしでもかもわからない。ただその相手の罪を背負うことによって、相手の、その非難、この世の非難、軽蔑を背負うと、毎日、それによって私たちの心も富も天国に入ります。すでに死ぬ前。つまり私たちの心の中にいるすべての人々を天国に住みます。最後の晩餐は、最後の瞬間、審判、審判、最後の審判はこれについてよ。あなたの富はどこにある？すみません。奥さんはどこにいる？主人は？子供たちは？仲間は？兄弟はどこにいる？彼らとの関係は地上のため、あるいは天国のためでした。今この感謝の祭儀ではこれが実現されます。キリストをいただくことによって天国に私たちが入ります。だから彼が私たちの中に全てを捧げることによって、私たちは天国に入ります。この感謝の祭儀は毎日の私たちの生活のイメージです。私たちは置かれたところに死んで溶けられて、多くの人は天国に入ります。一つのイメージが拝んできますね。大好きなイメージ。聖ステファノね。この福音の実現でしょ。光。殉教された時には、彼を見た人々は、天使のような顔を見てた。光に輝いた。その体も光となった。でも、その体は、石で、汚れたでしょ。だから、キリストと同じような、顔を見たくなる。見たくない。なんていうの、人間的な美がない。一番汚い人は、神の光を、
輝く。同じ。矛盾みたい。最後のもの、天国に入る。その一番、なんていうの？光をピカピカをしないみたいな感じ。キリスト者は神の憐れみを輝かす。で、それによってパウロは、なんていうの？天国に入ったでしょ。聖ステファノの富のような、みたいな感じで天国に入りました。改心した。キリストに出会ったでしょ。で、彼が同じように、ステファノと同じように死にます。聖パウロによってたくさんの信者が改心した。などなど、私たちも、私たちが天に富を積むことの唯一なふさわしいところです。